京都市街地の東、東山山麓には多くの観光地が点在しています。その中の一つに、もみじ寺として有名な永観堂善林寺があります。2023年11月20日、この日は永観堂善林寺の秋のライトアップの撮影を行いました。京都駅からのアクセスです。市営地下鉄烏丸線烏丸御池駅で東西線に乗り換え、蹴上駅で下車、徒歩約15分、市バス5系統南禅寺永観堂道下車、徒歩約3分です。永観堂に到着したのは17時25分。すでに参拝待ちの長蛇の列ができていました。中門から境内に入ります。ライトアップされた秋の永観堂をお楽しみください。
永観堂の日中の様子は秋の京都紅葉めぐり2023第2回永観堂でご覧いただけます。右上のリンクか概要欄の URL から飛べますので、興味のある方はご覧ください。京都東山の紅葉の名所永観堂善輪寺のライトアップ、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったなと思われましたら、チャンネル登録高評価のボタンをクリックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ややでした。